どうも、ヤマトランクスです。テイルズ・オブ・アライズ追加やっていきたいと思います。次の国、ミハグサールに向かっていきたいと思います。まずはこのタルカ池をですね、抜けていきたいと思います。まあ、サクッと抜けていきたいと思います。なんかイベント起きるんかな？ちょっと地図見るけど、マップアクションがあるぐらいで、他なんもなさそうだけど。水中に何かいるぞ。イベントだ。池ですね。こんなところに池があるんだな。ああ、タルカ池だ。昔随分と世話になった。世話に？子供の頃の私はこの池のおかげで生き延びたようなものなんだ。泳ぐには不向きだが、魚がとても豊富でな。よくレナ兵の目を盗んで釣りに来た。あの頃は満足に配給も受けられなかったからな。自分で何とかするか、飢え死にするしかなかった。魚って手で捕まえるのか？それは難しいぞ。魚はすばしっこいからな。糸に餌やルアーをつけて竿から垂らすんだ。釣りですね、釣り。あまり釣りは馴染みがないか。せっかくだ、見せてやろう。え、釣りできるんだ。ミニゲーム的な感じですかね。釣り。各地にある釣りポイントでは釣りができます。釣った魚は食材や換金アイテムになるほか、特定の魚を釣ることで獲得できる称号もあります。なるほどね。釣りはキャスティング、魚を刺す、針をかける、釣り上げると4つの手順で行います。難しそうやん。本格的？意外と。どこに投げればいいんだろう。ルアーに問題はないな。あ、色変わるな、ここ。ん？色変わるとこに投げた方がいいのかな。こうかな。なんだこれ。なんだこれは。なんかミニゲーム始まったけど、やり方みたいなのが全然わかんないんだけど。手応えがなくなったな。これどうやってやんの？何をすればいいのこれ。誘う。どっか行っちゃうけど、これ。こういうこと？あ、こういうこと？こういうことか。来たぞ。フィッシュを、な、これ、何してんの？何してんのこれは。テンション的なやつね。どうしたらいいのこれ。ヘイ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 。このゲージがなくなればいいのかな。釣れた？次はもっと。初めての釣り成功。飼うには手頃な大きさだな。ダナバス。ダナのバスだね。うん、そのまんまだけど。なんかちょっとやり方わかったぞ、これ。ちょっとだけね。魚の体力削っとくよ。へい、あとちょっと。来た？なんか違うの釣れたかな。予想をはるかに超えた大きさだ。お、なんか色違う。ホークスビルトラウト。いいじゃん。まあそんな感じですかね。うん。とこんな具合だ。なかなか神経を使うものなんだな。俺には向いてなさそうだ。キサラ、もういいんじゃ。ああ、すまない。ついぼっとしてしまうな。時間もかかりそうね。獲物がかかるのを待ち、そこからの勝負だからな。兄さんに聞いた話だと、地域が違えば住む魚も違う。相手に合わせた竿やルアーの選定が大事だそうだ。本格的だな。大事って言われてもね。もちろん魚によって味も違うだろうな。中にはとてつもなくうまい大物もいるとか。なるほど、試してみる価値はありそうね。さすが食いしん坊。食べることに釣られた。
ね、釣りだけにな。実はそれも少し楽しみでな。こうして兄さんの竿を持ってきてしまった。もちろん時間のある時で構わない。魚が取りたかったら寄ってくれ。ああ、分かったよ。めちゃめちゃ釣り好きじゃん、キサラ。おう、釣り親父誰？お前さん、なかなかの釣りの腕だな。俺も長いこと釣りをやっていてね、道具も結構揃えてるんだ。よかったらお前さんに分けてあげるよ。その代わりと言ってはなんだが、お前さんが釣った魚の記録を見せてくれないか。それに応じて道具を渡そうじゃないか。俺はいつでもここにいるから、気が向いたら話しかけてくれ。釣り親父が出てきた。樽海家の釣り親父は釣りの基本を教えてくれます。また釣り手帳を見せると、釣ったことのない魚の居場所を教えてくれるほか、釣った魚の種類に応じて新しい釣り具をくれます。ミキウダの釣り竿ゲット。ビギナーズポッパールアーみたいですね。クエストクリア。釣り奥深そう。お、スキルパネル開放ですね。グッドアングラー。まあ釣りはこの辺にしておいて、先進みましょうか。誰か倒れとる。レナ兵だね。大丈夫ですか？助かりました。これで任務に、じゃなかった、いや、いいのか、何でもありません、お構いなく。ガードシールドゲット。改めて、これ装備できるんかな、ガードシールドって。ガードシールドなんだ。こっちか。弱くね、弱くね。治癒術とはすご、お、野営ですね。なんだこの感じ、この感じ何、どうした、ずっと無言なんだけど。なあ、あの二人さっきからずっと一言も口を聞いてないぜ。気まずいんか。やっぱり気まずいんじゃない、ミキウダのこととかいろいろあったし。気まずいな、こっちだっての。この空気いつまで続くんだ。そう思うなら言ってみればいいじゃない。俺がかよ。なぜ並んで歩くの？単刀直入に行きやがった。私とキサラのことかね。気づいてなかったの？ヴィスキントを出てからほとんどそうだったわ。習慣だろうな。いつでも守れるようにそばに立つ、そういう日常だった。この衛兵だったな。けどデュオハリムなら自分の身くらい守れるんじゃないのか。護衛とは必ずしも対象が弱いから行うわけではないんだ。とはいえ彼らの指摘ももっともではある。私はもう君の主ではないのだから。それが習慣で本人が違和感ないって言うなら別にそのままでもいいんじゃねえのか。でも使えてないのに護衛するなんてなんか変だよ。そうだな、いろいろなことが変わってしまった。ならば新しい状況にふさわしい関係というものもあるのだろう。少し考えてみたい。構いませんか？もちろんだ。だからそうやっていちいち許可を求めるのが変なんだってば。そうね、鋭いね、リンメルちゃん。やはりどうしても習慣になっているのだな。少し気長に見てもらえるとありがたい。まあ人はそう簡単に変われませんからね。はい、絡めてスキッときてますね。時々敵にもあなたのように寸出のところでこちらの攻撃を見切って避けるのがいますね。厄介だよな。あっちが攻撃してきた時に打ち込めば当たるけど、そうじゃないと大抵避けられちまう。避けられないようにしたいということなら手がないでもない。見切り合戦でもするのか？私は少しばかり地に属する者を従えることができる。大地を覆い根を張る者たち、彼らが速やかに敵の足を縛り砕くだろう。あ？地面から植物を生やして敵を絡めとるということだ。すげえ技だな。多分よくわかるな。けど避けるやつが出たら
とにかくティオハリムを頼れってことだな。承知した。微力を尽くそう。謙虚やな、ティオハリム。微力を尽くそうって。雰囲気が変わった。なんだここ。油断するな。リアラさん。スキッと来てますね。そういえば、お前たちはコアをつけていないのだな。俺は親が二人とも抵抗組織の人間だったからな。生まれたこと自体レナには内緒だった。私もずっと隠れて暮らしてきたから、最初からコアは埋め込まれてないよ。アルフェンはカラグリアにいた時はどうしていたのだ。俺はよくわからないんだ。周りはみんな埋め込まれていたのに、俺だけ違った。仮面のことといい、レナ兵の注意を引かないように随分周りから注意されたよ。そういうキサラはどうしたんだ。まだつけたままなのか。いや、共存派のレナ人に腕のいい医師がいてな、ビスキントを立つ前に外した。おかげで傷も残らなかった。それも共存の成果か。修練期は止まったし、急ぐ理由はなかった。だがやはりレナに仕える者の印という気がしてな。変に思われるかもしれないが、今の私はただの私。この衛兵でも奴隷でもない。そこから始めたかったんだ。まあ、人生の再出発みたいな感じですかね。もう一個来てますね。待ち続ける人々。それにしても険しい道だな。少しは整備しようと思わないもんか。もともと利用するものも機械も限られているからな。それにもし整備するとなれば、大勢の奴隷が駆り出されることになるぞ。ああ。何かを求めるなら、誰かがそのための苦労を担わなければならない。誰もそれを引き受けないなら、誰も何も得られない。ずっと作るのがダナで、使うのがレナが当たり前だったもんな。なるほど。必要とするものが自ら作る。本来そうあるべきだということですね。とはいえ、ここのように危険を伴う場合もある。成果だけに預かりたいと願う者は多かろう。誰かが代わりに何とかしてくれるのを待つということですか。その間の不便に耐えながら。そうだ。そして耐えきれなくなった者が行動を起こす。私が言うのもなんだが、君たちダナの放棄にも通じる話かもしれないな。確かにカラグリアでも大半のダナ人はただじっと耐えるだけだった。だからといってそれを責めることは。何引きつった顔して、もうへばったの。いや、うっかり愚痴の一つも言えやしないと思ってさちょっとした愚痴からね、結構発展しましたね話が。はい、ちょっと地図見ていこっか。結構広いな。どこ行けばいいんだろう。3カ所ぐらいなんか行けそうな場所はありますね。まあ、とりあえずこの辺りまでは共通なんで行きましょうか。はい。なんか塞いでる。なんか塞いでるよ。俊敏なズーゲルか。面倒だな。よし。ふむ、では試してみるか。さっきの言ってた足止めの話、私が奴の足を止めよう。チュートリアルかな。ティオハリムのブースターだっけ。プレヘンデレ。地面から角を生やして敵を捕らえ一撃を見舞います。瞬速で攻撃を避ける。敵に有効で回避能力を無効化できる上ダウンさせられます。むちゃむちゃ強いんじゃないのこれ。私の術からは逃れられんぞ。とりあえず溜まったから、こういう感じ。あー、こういう感じね。もう片方にもお見舞いしとくか。オッケー、こんな感じ。サクセス。ティオハリムのブースターアタック、プレヘンデレ。狼型、亜人型のような瞬速の敵が現れたらティオハリムの出番。うん、了解。わお、よろしく。これアジン型っていうのかな、こいつ。
昇竜連打弾。ほら、ライザン、さあこれでダウンを取って、さあとどめ、ライザン、こんな感じですかね。なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした。どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだろう。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか。あれ、古いダナの遺物じゃないかな。遺物？レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか。惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。ああ、何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして、私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろう。そうでもない。こうして手にしていると、遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。すごいね、風流だね。まあダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。なんだこれ、なんて読むの。なんとかの対、擦り切れた対。ワニを退治したらしく、二刀流で鮮やかに立ち回る者は凄腕と称された。何これ、アーティファクト。不思議な異物であるアーティファクトは所持してるだけで特別な効果をもたらします。だって中にはゲームクリア後の特典となるものもあります。何これ、え、術技をさらに6つセットできるようになりました。ほう、それめちゃめちゃ便利じゃない。これがアーティファクトの効果ってこと。レガシーハンター、解放。不思議な力、ちょっと見てみよっか。え、あ、こういうこと。2分の2ができたんだ。はあ。なんかさ、これセットしとくのはいいんだけどさ、絶対どのボタンで何が出るとかさ、覚えられないよね。はい、この素材武器に使えそうね。さあこっちの方ですかね。はしごのところ降りて、ティオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じか。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないか。お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと。私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと、そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ、戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。お？とは終わり。
なんか妙に腹が減っちまう。ローね、今回は。そういえば、お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって、適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だが、そればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど。偏ってるのだな。なんか怖いな。まあ、好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう、私が面倒見よう。こう見えても、料理の心得はある。だって、お母さんや。よかったね、ロー。お母さんだね。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕は当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リムル、それは心配せずとも、戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだ。ヘリクツ、ヘリクツおじさんだな。スキッと来てますね、レナ人の本音。うん、考え込んだりして何か問題事か？いや、君たちの礼儀作法についてな。礼儀作法？ああ、率直に言って君たちの不作法ぶりはいささか目に余る。え？率直すぎるだろう。っていうかそれ今必要な話かよ。悪口言われたんだけど。私からすると不作法は目にするだけで落ち着かない気分になるのだ。すいませんね、本当に。そう言われても奴隷の身じゃ身につける機会なんてなかったしな。ああ、そうそう、こちとら生き抜くので精一杯だったんだ。君らと同じダナ人でも貴様らは一通り習得している。この衛兵として学ぶ機会と必要がありましたから。こう言ってはなんですが、メナンシアはかなり特殊だと思います。俺もメナンシアを基準にするのはどうかと思う。そうだそうだ、他の国のレナの支配体制も考慮しろよな。うん、確かに君たちの言い分に理があるな。対等を装いながら、私はどうやら無意識に君たちを見下していたらしい。いや、そこまで固い話をしているわけじゃん。以後は気をつけるとしよう。面白いティアハリム。それとして礼儀作法を覚えるのは悪い話ではない。よければ野営の最中に基本だけでも教えよう。遠慮しておくよ、堅苦しいのは性に合わないんだ。そうか、君はどうだロー。まずはこの意識を改めるところから始めないとダメだ。逃げられちゃいましたね。諦めないのですね。ちょっと人間味あふれるところありますね、一応ね。おっと、次のマップはどこだろう。バチバチしとるけど大丈夫か。みんな、ちょっと待ってくれ。どうした、まだ行けるぜ。鎧が重いんだ、少し休みたい。わかった、私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。おい、ミハグサイの主婦、ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。おい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 。あのな、俺は別に。ツンツン度合いが全然緩和せんのだけど。なんだ、鳥？なんか出てきた。誰？いきなり攻撃してきたけど。
探したぞ。お前はフードの男？やばいやばいやばい、強い強い、避けてるんだけど。ナイスだ。当たらんね攻撃は全然。あいつ何者だ。探したと言ったな、俺のことか。うましき命。何求めるはそれのみ。謎の剣士。なぜ戦う。強そう。あ、でも攻撃食らうね。どういう連携だ。どうしよっかな。わら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 。 HP がめっちゃ多いなこいつ。なんという動きだ。するでも凌駕するっていうの。やれるぞ。ちょっと待ってちょっと待って。強い。素晴らしっこくてなかなか攻撃当てづらいし。はらめとる。ほら魔法使ってきたりするかな。まさかのボス戦だからなこれ。おら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 。チャンス。なんかねこれはね倒せない気がするんだよね。イベント戦な気がするんですよ。とはいえ全滅したらいかんよな。いや死んだな。強いわこれは。よいしょ。おっと終わったかな。やっぱり早すぎるんだけど。リオハリムの攻撃も当たらんからな。一人でこの強さ異常だぞ。マジか。おい、フルルやめろ。フルルやめろって。フルル危な。うわー、その程度か。もういい、死ね。やめろって。かすった？強いよ。なんだ？鉄仮面が？貴様。光ってる。あ、なに？嘘？え？え？なにこれ？シオン？もう来んなよ。シオン、おい、シオン。え？シオン。大丈夫なの？掴む力が強いわ。あ、すまない。
大丈夫、大丈夫だから。本当に大丈夫なの？なんとか急所外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある、お前は違う。違わないわ。それに私は何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。ありがとうしたよ。まあいいさ、無事ならそれで。何か思い出した？アルフェン？いや…ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？あの謎の剣士一体何だったんだろうね。シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。考えてみれば、炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか？アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なんか変な雰囲気になってますね。スキッと見ていきましょうか。見えない心。さっきの戦いで受けた傷、もういいのか？ええ、この通り大丈夫よ。厳しいと思ったら後ろに下がってくれ。殴り合いならこっちで引き受ける。守られるために一緒にいるわけじゃないわ。そうは言ったって、得て増えてったもんがあるだろう。私が痩せ我慢しているようにでも見える？俺は痛みを感じない。でもシオンは違うだろ。気遣いは感謝するわ。でもあなただって不覚を取ることはあるはずよ。私だけ過剰に扱うのはお願い、やめて。違うんだ、俺はただ。ちょっと微妙な感じになってしまいましたね。はい、というわけで今回は切り替えのでこの辺にしておきたいと思います。また次回ご覧ください。